ボツリヌストキシン。ボツリヌストキシンオアボートックスは、分子量が15万ほどのタンパク質で、ボツリヌス菌が酸性する複合体毒素である。ボツリヌス毒素とも呼ばれる。毒素酸性菌は、毒素型により A, B, C, D, E, 解、G の7種類に対別されているが、酸性される毒素も抗原性の違いにより A, B, C, D, E, 解、 G の7種類に分けられている。医薬品としては筋肉を収縮させないよう働く、作用を利用して、軽粛や美容に用いられる。人では A、B、E、F 型毒素で中毒を発生することが多く、鳥類と哺乳類では C、D 型毒素で中毒することが多い。毒素が含まれる食品の喫食は、ボツリヌス菌食中毒の原因となり、極めて毒性が強い、致死量。 人に対し A 型毒素を傾向投与した場合、体重1キログラムあたりの致死量が1マイクログラムと推定されている。マウスに対する最小致死量は0.0003マイクログラム、キログラム。毒素としては、破傷風菌が酸性するテタノスパスミンをも上回る毒性を持つと言われている。しかし、摂取100度で10分間加熱するかアルカリで処理すると、 失活して毒性がなくなるめ、十分加熱すれば安全である。ただし、ボツリヌス菌の画法は耐熱性を持つ。ボツリヌストキシンは毒素の抗原性の違いにより AG 型に分類されるが、サルへの蛍光投与によるデータでは B 型毒素への感受性が最も高い。ボツリヌストキシンは神経筋接合部などでアセチルコリンの放出を妨げる働きをするが、作用は 抹消性に限られ、筋弛緩鎮痛作用などが確認されている。中毒症状としては、消化器症状、下痢、悪心、嘔吐など、ただし、毒素の作用ではないに続き、めまい、頭痛や、視力低下、副詞などを起こし、その後自律神経障害、死死麻痺に至る。中毒患者は、ギランバレー症候群と誤診される場合があるが、 脳脊髄液の検査で判別できる。発見順に A, B, C, D と型名が付けられた。日本では獣医学者、細菌学者の坂口源氏が構造決定に大きく貢献した。ボツイヌストキシンは分子量約15万のタンパク質であり、細胞外に分泌された後に、金自身のプロテアーゼ、または動物消化管のトリプシンによって、 分子量約5万の活性サブユニット、A サブユニット、K サと約10万の結合サブユニット、B サブユニット、10サとに切断される。この両者がジスルフィド結合によって一分子ずつ結合した AB 型毒素に分類される細菌外毒素である。活性サブユニットが毒素の本体である亜鉛結合性の金属プロテアーゼであり、結合サブユニットは 強敵となる神経細胞表面に特異的に存在する特定のタンパク質、毒素受容体となるとの結合に関与する。体内に取り込まれた毒素が神経筋接合部に到達すると神経細胞側の細胞膜、シナプス全膜に存在する毒素受容体タンパク質と毒素の結合サブユニットが結合する。結合した毒素はエンドサイトーシスによって 分泌症法様の症法の内部に取り込まれ、神経細胞内でこの症法の内部が酸性化すると、サブユニットが切断されて、細胞室内に活性サブユニットが有利する。神経細胞の内部には、アセチルコリンなどの神経伝達物質を内包する、脂質に重膜で覆われたシナプス症法が存在する。神経細胞が興奮すると、このシナプス症法が、 シナプス側の細胞膜の型に移し、細胞膜と膜融合を起こすことで、小胞内部の神経伝達物質シナプス感激に放出される。この膜融合には、シナプス小胞の表面のシナプトブレビン、細胞膜側にある、シンタキシン及びスナップ -25 という、スネアタンパク質と呼ばれる3つのタンパク質が関与しており、この3つが解合することによって、膜融合と、 神経伝達物質の放出が行われている。細胞質に有利したボツリヌストキシンの活性サブユニットは、この3つのスネアタンパク質を標的として特異的に切断し、破壊してしまう。スネアタンパク質のいずれかが破壊されると、シナプス症法と細胞膜の膜融合が起こらなくなり、神経伝達物質の放出が阻害される結果、神経伝達が遮断される。これが、 ボツリヌストキシンの作用メカニズムである。ボツリヌストキシンが標的とするタンパク質は、毒素の種類によって異なっており、B、D、K、G 型毒素はシナプトブレビンを、A、E 型毒素はスナップ -25 を、C 型毒素はスナップ -25 とシンタキシンをそれぞれ切断する。この神経細胞のスネアタンパク質を標的に、 切断するという機構は、同じクロストリジウム属である、破傷風菌の毒素、テタノスパスミンと共通の機構であるが、ボツリヌストキシンの作用は神経筋接合部に限られるのに対して、テタノスパスミンは、より上位の神経に到達して作用する。これは、神経細胞内に取り込まれる際、受容体タンパク質の違いによって、取り込まれる症法の種類に差があるからだと、考えられている。 それぞれの受容体タンパク質の全容は明らかではないが、ボツリヌストキシンでは、シナプトタグミンと呼ばれる、シナプス全膜とシナプス症法内部に発現するタンパク質が受容体になることが明らかになっており、症法膜の脂質やタンパク質を再回収するための症法に毒素が取り込まれると考えられている。この症法は、細胞内で速やかにその内部の酸性化を起こすため、 ボツリヌストキシンは最初に取り込まれた末梢部だけで作用すると考えられている。これに対して、テタノスパスミンを取り込んだ商法はすぐには酸性化されずに軸索に沿って逆光性に輸送され、神経細胞の細胞体のある脊髄や海馬に到達して作用する。また、ボツリヌストキシンが血液の関門を通過できないことも作用が末梢性に限られる理由に挙げられる。 培養液中や汚染食品中では、ボツリヌスとキシンの毒素タンパクは1あるいは4種類の無毒タンパクと解合し、複合体を形成する。この複合体をプロジェニター毒素あるいは、ボツリヌス毒素複合体と呼ぶ。ボツリヌス毒素中の毒素タンパクは、動物の消化器官において分解され、安く不安定であるが、複合体を形成することで、消化器官内での分解作用から、 保護されていると考えられている。ボツリヌストキシンの研究は第二次世界大戦当時に進展した。生物兵器としての研究であり、生成法についてはこの時期に確立されている。最近兵器、生物兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約、生物兵器禁止条約が発効した1975年以降は、開発、 生産、貯蔵、輸出入が国際的に制限されている湾岸戦争時代にイラクが兵器として保有していたのをはじめ、テロリストに保有されやすい側面を持つ。しかしながら、オウム真理教が実験に失敗したことが示すように、エアロゾル化して散布したとしても1分間に数パーセントずつ失活していくことや、気象条件に左右されること等から兵器としての 実用性は疑問視される部分もある。医療用医薬品としては、アラン・ビー・スコットにより、社史に対し極めて微量の A 型毒素が使用されたのを、はじめ、2010年現在、83カ国で様々な疾患に用いられている。日本国内においては、A 型ボツリノス毒素製剤、商品名、ボトックス中用50単位100単位が注射剤として、 1996年に、眼検痙攣、2000年に、片側顔面痙攣、2001年に、形成者経。2009年に2歳以上の、小児脳性麻痺患者における、過し継縮に伴う、戦速。2010年に、上肢継縮、過し継縮。2012年に、重度の原発性液型干渉の適用で、承認されている。また、2011年に、B 型ボツリノス毒素。 商品名、ナーブロック金中2500単位が、形成者系の適用で承認されている。なお、日本では、使用にあたり講習を受けなければならない。米国においては、斜視、形成者系、眼鏡系攣、上司軽縮、多感症に加え、神経学的疾患による、過活動性膀胱、慢性変頭痛の適用で承認されている。近年では、 医療用としてだけでなく、美容外科領域において筋弛管作用を応用した、しわとりや輪郭補正、エラ取りの目的で使用されていることが多く、日本国内においても2009年に、ボトックスビスタという商品名で発売された。また、アカラシアの治療にもボツリヌストキシンの局所注射が有効という報告がある。ただし、これらに関してはいずれも日本で保険対象ではない。 眼検痙攣に使用した場合に、眼検下水、形成射系に使用した場合に嚥下障害などの報告がある。一般的に、ボツリヌストキシンの有害事象は、一過性で、筋弛緩作用が強く発現したことによるものが差は、有害事象の多くは、薬理作用の減弱と共に回復する。注意すべきケースは、頸部筋に接中する場合で、全身状態の悪い患者に用いた場合、 炎化障害が悪化することが稀にある。通常、医療目的では、推定致死量の数百、数十分の一、注射にて、換算という微量を用いるが、容量設定を誤らない限りにおいては害して、安全である。ボトックスは、毒性が高く安全性の観点から疑問視されることもあり、ボトックスに比較して、急性毒性が低く注射ではないが栄養剤の、 アルジルリンが開発されている。強い毒性を有するためいくつかの法規による規制があり、違反の場合懲役、または200万円以下の罰金が科せられるなど、生物テロの未然防止の観点から厳重な罰則規定がある。例えば、病原体等管理業務に関し取り扱う毒素量が規制対象以下である場合には所持の制限を受けないが、 毒素量が 0.1mg 以下であることの根拠を示す必要がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。